お疲れ様です。今日の企画ははい、何でしょうか。みどりちゃんの顔を公開公開って言ってるやん。でもみどりちゃんの顔を、はい、まあ、コメント欄で結構まあ生え出せって言ってるから、はい、似顔絵をとりあえず描いてみようと。はい、イエーイ、ね、いい、はい、描いていい、全然描くのは構いません。これマジでちょっと本当に芸術デザインだった。私も絵すごい好きなんですよ。絵得意、まあ、得意とは自分ではよう言わんですけど、結構小学生の頃から結構めっちゃ描いてます。なんかイラスト系ですね。漫画が好きやったんで。マジ、少女漫画風の絵ですよ、私が得意なのは。俺はあれだよ、写生大会で小学校中学生入賞したことある。写生タイプもいけますよ、私。あ、マジ？いけます。写生タイプもいけるけど、ま、でも漫画系の方が好きです。俺、写生大会、まあ、でも2クラスぐらいしかなかったよね、すごいですよ、それで。まあ、すごいね、上の方の成績。俺、まあ、絵心があるね。私も小6の時、やられたうちです。うち私も小学6年生の時に入賞して。嘘やか、本当です、全部撮ってます。嘘やか、私の絵全国回ってます。ちょっと写真撮ってそれだけ渡しますって言って、原本は世界に回させてくださいみたいな。嘘でしょ、本当です。美術館、うまい、それ嘘だよ。嘘つけの名刺してます。嘘つけの名刺してます。嘘つけの名刺してるよ。なんで調べてるの、それ。誰もいない教室って言って、調べても出てこないんですよ。そうなん、はい、マジ全国に回ってるのに。誰も誰もいない入賞。お前一人だけの夢。誰も知らない入賞。トラッキュッチ。本当に見せればね。まあまあまあ、それ見せようか。そうですね、うん、でみどりちゃんの顔描いて、まあ、まださ、本当に、まあ、顔出しはどうかわからんけど、はい、これ描いて、例えばレイミちゃんとかに見てもらって、うーん、でこれで何点以上だったらお前顔出してもらってください。90点以上。じゃあそれはちょっとまあレベルが大丈夫、うん、いや70点いける、いける。いや、確実に顔出すことになりそうじゃない、それ。いや、そんな自信ある。そんな自信ある。めっちゃ自信ある。私だって社長がだって1位取ったことあるんですよ。それ結構やばい気するけど、90点やったら。ごめん、ちょっと大げさやってるかもしれない。よーい、あの相撲のやつだ。よーいってスタートみたいな。どっから行こうな。先生、どっから行くか迷いますね。難しいよね。そうですね。俺はすぐ手に入れるの。このまず顔のところ、顔なんか固まっとる。すぐ手に入れるやつ面白い。精神攻撃。あ、イメージ湧いてきた、イメージ湧いてきた。久々だな。マジック。面白いな。まだ2分しかできない。ちょっと本当にやばいかも。やばい、絶対これ終わらんねんけど。だからこれ先にペイン入れたから、これは俺が言ってとるだろ。
チャンクないって言うんですよ。本気でやったるって俺ちょっとね。じゃあまあまあ、じゃあ輪郭だから。まあそうす。すごいみんなの絵が気になる。気になりますよね。リリーちゃんすごい。本当にアニメ系。そう。俺もアニメ系だよ。書き方が。包丁使いです。それ難しいじゃん。何も違うんだろうな。ほぼほぼ一緒なんだよ。どこ違うかこれが。その笑いが得意がありますよね。本当に真剣会場で見たけど違う。武将みたいになっちゃった。戦国武将みたいな。戦国武将みたいな顔になっちゃった。やば。じゃあ俺一生懸命買い取るんだってマジで。一生懸命買い取るからこそなんか笑えるんだって俺。めっちゃやばいっすね。うまい。俺うまい。いや社長。ダメ。その笑いに悪意があるからね。確かに。いやだから近づいてるちょっと近づいてるから全員ジャンルが違って感じですね。そうですね。ああ、やだな。やばい。中で終わるのやめてください。仕事でも中で終わるのやめてください。テレメンテレみたいな感じ。あ、もう違うよ、違うんだ。ピッピー終了です。一人ずつ成果を。あ、誰かいる？誰かいますか？ちょっとだけ、あの、レミちゃん言おうよ。はい、レミちゃん、3分だけ時間ありますか？うん、3分だけいい。すいません、忙しいのに。すいません、このくだらんことばっか。申し訳ございません、本当に。レミ様、ミネルちゃんの顔を今描きましたって。点数ガチ点数100点満点中いきましょうか。ガチ点数いきましょうか。はい、順番ですか。一斉のねみたいな感じ。一斉のねにする。はい、いく。一斉のせ、はい。やば。いや、ごめんなさい。もっと時間があったら直ってくんだ、こっから。こっから直してくってさやだから。あー、すごい。あ、本当だ。めちゃすごいですよね。お雰囲気出るし。一番出る。特徴捉えとるね。もう可愛く描きすぎだよ。で、なんか特徴出とるな。それは言わない。いや、猫が広いじゃん。うん、それ俺は表現したかったです。で、その雰囲気が出とる。特徴は頑張ってもらいました。なんか、雰囲気出てる。はい、眉毛の雰囲気も出てるし。シワですね。シワ。どうですか、レイさん。社長から。じゃあ、俺から行ってこうか。はい、100点満点中ね。ドゥルル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 ルなかなか厳しいね。予想と外れたね。エミちゃんは優しいぞって言ったらね。ああ低いね。マジか。続いて。ピッ。68。おお。ありがとうございます。似てるな。あ、なんか似てる。まあ、これよりは似てる。論外ぐらい似てる。ああ。これちょっと違うよ。ちょっと違うよ。いや、これちょっと違うんです。いや、これそっくりやん、あいつ。シュルシャルで、そっくりやん。ウィザ。妖怪だ。妖怪。夢に出そうだよね。カイジとかに出そうだよ。カイジとかに出そうだよ。はい。あ、これちょっと評価高いんちゃう。ジャンルが違
違うよな、みんなつけづらいよね、から、うん、でるーれい88? おー88! ってことはリリーちゃんの優勝です。リリーちゃんの優勝で、私の顔出しは、うん、おお、なし。ちょ、まあいい、出せよ。いや、なしです。なんで、なんで、なんで。今回の、あの企画、数字出てこなかったな。何、どういうこと、どういうこと、どういうこと、意味わからん、意味わからん。え、今回81だったらってことですよね。81以上まあ、うまいな、ほんと。まあ、写真で公開するからじゃな、編集長。わかりました。な、80? だって8でしょ。88です。88? しかもゾロ目だから3倍増し。ゼロ。ゼロ。ゾロ目が出た場合はゼロだ。ハンラショー、パンツとブラジャーのショーっていう。ハンラ、ハンラ。チャンネルが違う。チャンネルが違う。だってゾロ目出ちゃったもん。88か99だったら、もうもうそれはしょうがない。じゃあ意味わかんない、うん、もうあの X 線で見ながら、X 線で X 線公開、X 公開、X 公開、X 線公開、骨とか内臓とかね。だけど、まあ、本当にあれだよね。もう結構これ近いかな。これとこれちょうど掛け合わせたもんね。いやこれはアニメっぽいじゃん。俺これリアルっぽいじゃん。でこれでこれとこれこうやって重ねて、いや これはちょっとなんかさ、俺は思ったらちょっとなんか暗くなるかなと思ったの。ちょっと俺の評価は ねちょっとなんかイメージよりなんかニコニコしようじゃないですか。はい、でちょっと真顔、うん、うまいけど、ね、うん、口の辺もいいと思う。パーツのタプちゃんはすごい、ほんまに捉えてる、捉えてる、ほんまに鼻とかすごい、うん、あ、鼻に出るね、配置とか確実に一緒だね。ちょっとただ俺鼻のかけ方よくわかんないモサモサってなっちゃって、デコだけですか。デコはひどいな。髪の毛は髪の毛、髪の毛もなんか汚い汚いこれうまいな。でもこれ髪の毛似てるね。これちょっとアニメ風だよな、ね、そうです、ね、アニメだとこういう感じになる感じだな、はい、キャラで出てくる感じだな。そんな感じですか。じゃあ顔出しは何、いやいや、もう次も本当に顔出しになって、はい、リアルで何がいるチャンスだよ、チャンスだよ。スポーツだったね。じゃあスポーツだよ。じゃあ対決しようか、はい、社長が勝ったら顔出し、うん、俺が勝ったら。おー、何がいいよ。時のやつやん、ちょっと。うん。どうしよう。もうその言い方が負けだわ。言い方が負けのやつだ。何が時なの。好き。好き。好きはいけんだろ。スポーツ何やってるの。陸上ない。標本投げるか、あ、関係何メーター上げちゃうの。100が一番好きでした。おー、ショックショック。あ、リリーちゃん結構運動でしょ。でも、陸上部には確実に分かりますよ。ショックショック、3人目じゃん。いいです、社長でやってると思う。ちょっと、見られてると思うんですけど。ちょ、お前も、俺に勝てるから、もういや、もうさすがに俺も男だって2人に勝つでしょ。ちょっとショックショック、本当に公園からのショックショック。はい、もうそこが勝ったら絶対顔出しです。マジだぞ、はい、本気だぞ、はい、いいな、まあ、もう今回の視聴者の皆さん本当誠に申し訳ない。うちの、ね、緑がわがまま言うんで今回だけ言ってください。ただ必ず私は勝ちます。リリーちゃんとミレちゃん、リリーちゃんとミレちゃん必ず私は勝って顔出しゲットします。はい、よろしいですか。はい、じゃあそれでは今日はちょっとまあ楽しい企画だね。たまにはこういう楽しい企画もいいかなと思いますので、ぜひまたチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。また見てね。ああ、そう、あのあれよ、あの大谷の、あ、はい、会社員大谷の日常も上げてますので、よろしくお願いします。どんなの見てますか。最近一番最近上がったのが、まあ、好きなバンド喋ってるやつですね。
バンド？はい。へぇ、バンドランキング、まあ、自分の好きな、はい、そういうのこれあんまり伸びてないですよ。小林ジャパン入ってる。そういうバンド知らない。小林ジャパン入ってる。あんまり存じ上げない。存じ上げない。小林ジャパン入ってない。でもあんまりちょっと伸びてないですよ、それは。ああ、そう。あの社長の車でスノーボード行ったやつとか、あー、あったね。はい、あれでちょっと、まあ、面白いく、うん、面白くて、うん、スノーボードもやって、みどりちゃんがやらかしたんでね。あ、動画の中で、動画の中で。あ、マジ。あ、見てないですか。見てないですか。マジで面白そう。ちょっと見るか。ついに見ない方が、そっちも見ない方が。お前何クローブつけたの。いや、すごい。そう、やらかした。あー、盛大にやらかしました。もう一人僕が編集したんで。あ、そう。ちょっと面白そうだね。そうですね。ぜひ皆さんそちらも見てください。お願いします。またねー。勝てそうだな。早いですね。いいね。Yeah.